こんにちは、はすみです。本日はだいぶマニアックな商品にはなってしまうのですが、こちらのライト、手元や周囲が見やすくなり、デスクライトを利用していた方に至ってはこちらのライトに乗り換えたくなってしまうのではというモニターライトを紹介していきたいと思います。通常デスク周りにはデスクライトなどを置いて、手元を明るくしたりする方がいらっしゃるかと思うんですが、今回紹介いたしますこちらの商品ですね。こちらの商品を利用すればこういったデスクライトなどを置いておく必要がないので、こちらデスク周りのスペースの方を有効活用することができるようになります。それでは改めまして、今回紹介する商品は G-LIG05 モニターライトとなっております。パソコンをよく利用する方でもあまりこのような商品を検討する方って少ないと思うのですが、簡単に説明しますと、モニターの上に取り付けるタイプのライトです。デスクライトを利用しているとモニターに光源が映り込んで映像を見にくくなったりするのですが、こちらの商品であれば手元方向だけに光が照射されるのでモニターが見にくくなることがありません。私の場合、正直デスクライトは利用しないのですが、日中窓から入ってくる光がモニターに映り込むのが嫌でカーテンをよく閉めます。そのような際に周囲が暗いとモニターとの明暗差で目が疲れたりしますが、こちらのライトで周囲が明るくなって疲れにくくなります。その他、ゲームでの没入感を高めるために部屋の明るさを暗めにしている方などにもおすすめです。ちなみにこのようなライトは有名なところで BenQ さんの商品があるのですが、そちらの価格は1万円を超える高級品。今回のライトは機能を限られておりまして、色温度3段階、明るさレベル10段階ということで、動画制作時点で税込み3480円で購入できてしまいます。あと取り付けに関しましては、厚みが1センチから3センチのモニターに取り付けが可能となっております。最近では厚みが薄いタイプのモニターも出ておりますので、そちらの方への取り付けはちょっと難しいかもしれないですね。ちなみに 6.5 センチのストレートの部分があれば湾曲モニターにも取り付けられそうです。接続部分に関しましては USB Type-C になっておりますので、コードの抜き差しにも強くなっております。それで実際に使用してみての感想なのですが、作業を行う際には手元が明るくなって作業がはかどるようなメリットがあるのですが、私がゲームをやる際にはちょっと周囲の情報がこのライトによって多くなってしまうので、ちょっとゲームに関してするとやりにくくなってしまいました。ただ息子に関しては明るい方が見やすくて良いということで、気に入ったみたいです。ですので使う場面によって使い分けが必要になってくる商品にはなるのではないのでしょうかっていう感じにはなりますね。それでは本日の動画いかがだったでしょうか。パソコンを利用されている方でもだいぶマニアックな商品になっておりますので、最後まで動画をご視聴いただいた方って大変少ないとは思いますが、本当に最後までご視聴いただきありがとうございます。商品の方ですね、気になった方、概要欄の方に商品購入リンク貼ってありますので、もしよろしかったらそちらの方もご確認ください。それでは本日は最後までご視聴ありがとうございました。こちらのチャンネルでは基本的にはベルファイアやアルファーズに関する商品紹介及び作業手順を紹介しております。最近では様々なこういった便利商品、こういったものも紹介しておりますので、チャンネルの方気に入っていただいた方はぜひチャンネル登録よろしくお願いします。次はあなたの番です。